母じゃと弟小次郎の邪神よ。ご立派な武者ぶりで。この野郎、スケベなこと考えたろ。おしりその歌舞伎者でにゃいかなるもんだけ。ご存じだ、自分の意志を押し通す命知らずの大バカ者といいますか。己の掟、すなわち義のためならば平然と命を落とせる者のことである。義とは我を美しゅうするという意である。歌舞伎者の生き様そのものなのである。自由に生きたいだけなら物乞いにでもなるさ。だがドタレ死人の自由と背中合わせだがな。戦に生きる歌舞伎者、そこで引くのは義にあらず。赤に染まった金棒をうむと押し込み、小座候。おのれ刑事め。あ、一向に聞こえませぬが、悪魔の馬ボーナス右打ち。旗迷惑の黒影を。
ラッシュ継続。
シュートしてくれる。ラッシュ継続。
生活版でもええの？ああ、もちろんだ。お風も踊るか？男よ胸になれ祈り戦い抜け
での私と秀吉との距離はどれほどですか。私の首の心配より合戦の支度でもなされよ半蔵殿。歌舞伎五連邦だ。相田慶次郎とします歌舞伎同士でござんすぞ。イスパニアラッシュ突入。そんな感じ前は旦那にはいつからの神業がある。こいつは面白い。お前にこんないい女はやらん。この目を刺してやろうかね。どうやら境奉行が嗅ぎつけてきたようだ。まさかこの俺に。
死状態の貴様が勝てるとでも言うのか。Yeah.